モストさ、起きてる方が珍しいみたいな言い方ない？はみ出してくれるお前は。
です。よろしくお願いします。ゆうのはい、次者大きすぐるぽっちゃり、AP こと丸岡由美です。よろしくお願いします。はい、10キロ以上痩せました。ミカパン5の葉月美香です。よろしくお願いします。ミカパン。喋って。いつもなんか私、パッと喋ってるから喋って。今日はね、私服でカバーライブということで、オリジナル曲を一切やりません。そんなことあるよ。今日はね、カバーばっかりでお届けするんですけど、パリフォーがやる曲は懐かしい人もいたり、初めて聴く人もおるかな。この後4曲やるんですけど、全部あのパニックは何、いつもやってるカバー曲ではないです。ないですね。楽しみな曲なんだよね。今日、一部のいっちゃう最後。あー楽しみやね、うん、楽しみ、意外と楽しみ。いや怖い怖いけど、ずっと怖いわ。あのユーノは2曲目にやる曲多分全く踊れないと思うんですけど、みんな温かい目で見てください。温かい目で見てください。私3曲目かな、好きな。私4曲目。あー、まあ4曲目も好きやけどね。でも今から歌う曲は私の思い出のある曲ですので、皆さん一緒に踊ってください。それでは聴いてください。金曜日のおはよう。やっと思ったわ。森田さんのコスプレして誰か。
これが出たわ。大声ダイヤモンド、はい、これが O。 あれ懐かしいなこれ。金曜日ボルクス行こうよ。ボルクス行こうよ。よくバイトで休んでた。ロケンロールで声をする曲でね、
あの私と優の入れ違わなあかんのに、私なんかずっとここにおって、こういったらおんねん。でも優のとこうやって向かい合わせて、えっ、えっ、そこで踊ってて、おんねん。おるはずない人がおるから、私何やってたって思ってたよ。私もなんかこう驚けーと思ってた。驚け。
Let's go!
みに。この後も楽しんでください。それでは以上、私たちパニックポップパーティーでした。ありがとうございました。待つしかないのでしょうか。